ですね初めての方ですね。うん、ガルルガさんですね。ガルルガさん。はい、ありがとうございます。ます負けじたの苦手な私に <laughs>。いい名前を。これは負け読むんですかね。ガルルガ。え猫姉さん、竜兄 <laughs>、えーね、さ,さん、こにゃ。こにゃ早速ですが、先日無料の前世占いをしてもらったところ、うん、前世は芸者、来世はなんとビール瓶と出ました。<laughs> 前世はともかく来世もできれば人間がいいのですが <laughs> 本当だよね <laughs> 来世でビール瓶として幸せに暮らすために現世で僕はどのように生きていけばよろしいでしょうかビール瓶さカッとか笑って,割ってさ、はい、人の頭バーンとか言ったらさなんかすごい罪の意識あるよね ああ自分の意志た裏腹にさヤンキーな兄ちゃんがさああ自分をカッと割ってさバシッと誰かの頭殴ったとか言ってさああ加担したみたいにねで、ねうん、自分のお腹にはその人の血がとか言ったらさ、うん、すごいなんか、ね、両親どがめちゃうよねで、どうしましょう大丈夫だよビール瓶に生まれ変わらないよ真面目ですけど一応本名を見てアドバイスあげますかえ、やっぱビール瓶ですとかやっぱビール瓶ですとか <laughs> そういうことを、うん この人はね前世はね私塾っていうんだっけあの幕末の塾みたいな思想家とかを育てるような塾そういうところであの師匠の教えが分かりづらい出来の悪い人たちにいろいろ教えてあげるお世話係みたいな兄貴分みたいなそんな感じの人だったの。であの思想運動みたいので亡くなってるんだけど。 えなんか殺されるみたいな感じですかね殺されたんだか慌てて崖から滑ったんだかわかんないけども <laughs> まあ<ー>とにかくそういうどさくさの時にね、うん、亡くなってしまってるの。<ー>でも志を高く持ったまま亡くなってて<ー>今回もだからその志高いのを頑張って通したかったんだと思うんだよね。うん、それでなんか 生まれてきてきるからなんかそういう感じの関わってることしてるといいんだなと思うんだけど、うん、あとはね、うんあのー、すごくお世話になった人がいて、うん、その人に恩返しをしようと思ったから同じ時代に今生まれてるのね、うん、そんな感じの方とも,もう知り合ってるんだったら、うん、まあよかったねだけどこれから知り合うかもしれないからね、うん、いろいろ自分の幅をさ広げておけばさどんな形で、うん、出会うかわかんないけど。うん 必要なことにお期待に応えられていいよね、うん、だから私に見えるのでは芸者さんではないそう <laughs> っすか <laughs> うんで来世はビールビンに来世はわからない,ない根性の生き方次第じゃないの,、まあ、のだいたい自分が来世ビールビンに生まれたいと思っちゃうかもしれないじゃん、うん、だから来世はまだこれからですから、うん、自分でお亡くなりになった後で自分で決められるわけですからビールビン選ばなきゃいいわけですよ多分うん。多分 それにあのーうん、私にね来世見えちゃうってことは式が近いってことだから、うん、やばいんじゃないのかな。来世見える人っていますまいるよ。えいるんですか四季が近い人例えばどういう来世が見,見えたことあります例えば、うん、まああんまり話したくないけども知り合いの方が亡くなるときに、うん、あこの人は今上のことはもう終わって来世に向かってるなと思って、うん、その人の来世の生まれる姿が見えたよ。 えじゃ死んでから決めるんじゃないんですね。うん、お年頃の女の人とかだったかな。あとはあのやっぱりちょっとおじいさんになった。男の人で、うん、なんかあ。こんな感じの人に来世になってんだろうなみたいな。へ<ー>多分、うん、その中に自分のやりたいことを盛り込むんだろうね。うん、だからか生きてる間に来世の魂の人。 魂のの質って多分変わらないと思うのよ、うん、私さ生まれ変わっってもアーティストがいいと思ってたの、うん、でもなんか私の覚えてる前世の記憶ってアーティスト的なことをしてるよりも占い師とか、うん、呪術関係とか、うん、あとは呪術とか祈祷とか,祷とかあと巫女みたいなことしてたりとか、うん、なんかそんなような前世がよく思い出されるのね。うん でもアーティストだった時ってあんまり思い出されないんだけど多分前も芸術とかが好きで何か作ったりするのが好きな人だったんだろうなっていうのがなんとなく思うの。で多分ピアノとか弾いてたことがあったんだろうなっていう記憶もうっすらあるんだけどはっきりはしてないんだけどあるのねだから多分私今回も生まれ変わってもアーティストになりたいと思ってるからこの魂の質みたいなものって多分ずっと同じなんだと思うの。 あれでですかでも生まれ変わりを繰り返すことでちょっとずつまた変わっていくっていうのはないんですかあるんじゃない、うん、でも私多分変わりたくないから変わらないんだと思うんだけどその「見えた」っていうそのある人の次に見えた女の人年頃の女の人に見えたっていうのもやっぱり今とそんなに感じ変わってなくて、うんうん、顔とかはそんなに 共通点感じななかったんだけどんとなく持ってる雰囲気っていうのかな空気感っていうかなんかそういうものは同じだしあとはそのおじいさんの姿で見えたっていう人も多分この人そのまま年を取っておじいさんになったらそんな感じのことしてたんだろうなみたいな服装だったり顔立ちだったりみたいな顔立ちはまあそんなに一緒じゃないんだけど表情っていうの だったりしてるからそういうのとか参考にするとやっぱり魂の質っていう基本は変わらなくてそれでなんかやりたいこととかを決めてくるのかなっていう感じに思ってってなんか私も今回はいろんなことやり損ねてきた気はするけども多分来世もこんなふうな魂の質のまま生まれ変わるのかなってそこは変わりたくないしなと思っているの。 でもやっぱり見えた人って他にも見えた人いるけどみんな四季が近い人でそのおじいさんの姿で見えた人は数年後のその人ではなく多分来世その時に来世だと感じて見てるし認めたくなかったけどもやっぱりそれから2年ぐらいで亡くなられてるしだから四季が見えちゃってる近い人の場合しか来世見えないから見えたらやばいんじゃないかな。 うん。だから、今んとこ、うん、ビール瓶を選ばないようにとしか言えないよね。うん、まあ大体ビール瓶魂ないですからね。ないのかな？ないんじゃないですか？ああいえじゃあビール瓶の神様とかないのかな？